僕の一生は僕が生まれる前から全部決まってた。嘆きの島の番人、それが僕の将来の仕事。シュラード家に生まれた者はブロッドを燃やす呪いを血に宿し、冥府の門を開閉するユニーク魔法を持つ。勉学においても魔法においてもイデア様は本当に優秀でいらっしゃる。特に魔導工学分野に関しては専門家も舌を巻いているとか。まさに天才だな。ええ、ステュークスの未来は安泰ですわね。大人になったら何になりたい？普通の子供なら一度はされるであろう質問。誰か一度くらい僕に聞いてくれてもよくない？遥か彼方の栄光を目指し、流星のように駆け抜けろ。頑張れ兄ちゃん。クロノス軍をぶっ飛ばせ。イエーイ。ハードモードノーダメクリア。さすが兄ちゃん、見たかクロノス軍名。ああ、僕もスターローグのヒーローみたいに外の世界を冒険してみたいな。僕も兄ちゃんと一緒に冒険に行く。それで2人で悪者をやっつけるヒーローになるんだ。ヒーローか。オルトはなれるかもしれないけど僕は無理かな。どうして？僕、兄ちゃんと一緒がいい。だって僕は大人になったら家を継がなきゃいけないし。じゃあ大人になる前なら？大人になる前か。うん、大人になる前なら冒険の旅に出たっていいでしょ。確かに家を継ぐ前なら外に出たっていいかも。本部のセキュリティさえ突破できればオケアノスホールから島の外に出るのは簡単。ということはあと魔導ビーグルをどうにかできれば。行ってみようか冒険。行きたい。よし、兄ちゃんに任せとけ。ただの好奇心だった。少し冒険してみたかっただけだから考えもしなかった。あんなことが起きるなんて。僕にかかればセキュリティをオフにするなんてちょろいね。こんなに簡単に侵入できちゃって大丈夫？わあ、この中初めて入った。オルト、ちゃんと僕についてこいよ。オケアノスホールから外に出るには水陸両用の魔導ビークルが必要だな。ちょっと待ってろ。次は格納庫の管理システムにアクセスして。緊急事態発生。本部のセキュリティシステムが外部よりサイバー攻撃を受けダウン。タルタロス内全収容所のロックが解除。実験棟より被験体 ROS3367A が脱走。カロン班は直ちにタルタロスへ急行せよ。非戦闘員は各自シェルターへ避難を。兄ちゃん、これ何の音？まさかさっき僕がハッキングしてオフにしたセキュリティって。どうしよう、元に戻さなきゃ。兄ちゃん、大丈夫、兄ちゃんがついてるからな。違う、兄ちゃん、あそこ、丘の奥に何かいる。そこから先は記憶がない。目を覚ました時にはもうオルトはいなかった。まさかたった10歳の子供が世界最高峰のセキュリティシステムをハッキングするだなんて。彼は天才すぎた。それがこんな悲劇を招くことになるとは。脱走したファントムどもはまとめて冥府送りになったそうだ。そうするしかなかったとはいえ、本当に不幸な事故でしたね。僕にするだ、僕が冒険に行こうなんて言ったから弟一人守れなくて、どこが天才だ、何がヒーローだ。ボルトを返せ、ボルトを返せよ。ボルトを形成する全部、体、人格、記憶、全部全部返してくれ。そうだ、戻ってこないなら作ればいいんだ。大丈夫、全部覚えてる。僕なら完璧なオルトをもう一度作れる。一緒に冒険するって約束したんだ。兄ちゃんに任せとけ。イデア様、部屋に引きこもってからもう2年以上経つ。オルト様を失って心を閉ざされてしまわれたのだとか。だが定期的に大量の魔導パーツを要求なされる。一体何をしているのだろう。ブンバだ、ブンブンブン。できたぞ、完成だ。僕はついに取り戻したぞ。イデア様、完成とは何が完成したのですか。何ってオルトだよ。はじめまして、僕はオルト。オルトの記憶や思考パターンを完全再現したんだ。 AI には自己学習アルゴリズムも組み込んである。世界初の自ら成長し続ける魔導ヒューマノイド、それがオルトだ。まさか弟君を作り出したというのですか。それはタブーです、イデア様。はあ、英雄が冥府から恋人を取り戻す話は美談になるのに、なんで弟はタブーになるんだよ。それはああ、やだやだ。これだから凡人は主観に基づいた倫理観や単なる感情論で他人をジャッジするのをやめてくださらんか。魂なんていう存在の証明が不可能な非物質がなくたって弟はここにいる。しかも生身の人間よりもずっと強くて頑丈だし、簡単に壊れたりしない。改良を加えていけばいつか体一つで宇宙の果てにだってたどり着ける。そうだろオルト。うん、遥か彼方の栄光を目指し流星のように駆け抜けろ。そうだよ。クロノス軍もファントムも今のオルトならイチコロだ。今のオルトならヒーローにだって。前頭前野が活発化し、自律神経が乱れています。適度な休息をとることを推奨します。僕はどこで間違えたのかな。あの日冒険に行かなければ、いやその前にヒーローに憧れなければ、そもそもシュラウド家に生まれなければ、もしも僕らが普通の家に生まれていたら、友達とゲームして、冒険して、将来の夢を語り合って、いつか本当のヒーローになれたかもしれない。どうしてこうなっちゃったんだろう。僕たちはただみんなと同じになりたかっただけなのに。兄ちゃん、オルト、僕を追いかけてきてくれてありがとう。嬉しかった。でも兄ちゃんはまだこっちへ来ちゃダメだ。オルト、どうして。僕もお前と一緒に行くよ。約束したじゃないか。うん、でもそれは今じゃない。漫画の続きが読みたいとか、アイドルのライブに行きたいとか、新作のゲームをやりたいとか、全部を諦めるには、兄ちゃんはこの世界を愛しすぎてるよ。はあ？誰がこんなクソみたいな世界愛してるもんか。そんなくだらないこと全部なくなったっていい。くだらなくたっていいじゃない。もう何も諦めなくていいんだよ。兄ちゃんには未来がある。僕ね、兄ちゃんには僕たちがあの日見た夢を叶えてほしいんだ。僕たちの夢、きっと長い道のりになる。くじけそうになることもあると思う。でも兄ちゃんなら、兄さんならどこまでだって行けるよ。夢見た場所がどれほど遠くても絶対にたどり着ける。大丈夫。僕はずっと一緒にいるから。だから諦めないで。オルト、待って、オルト！